野田の立ち上がりです。ブルペンで投げている時から調子が良かったという、1回のピッチングです。3番の堀はフォーク、今日はこのフォークが良かった。そして4番のフランコに対しては2エンド2からこれは141キロストレート、いいと、まあ、これだけ三振取るときは全部いいんですよね。とにかく調子がいいんで三振の数を数えながら投げていたという野田です。さて小宮山ですが、3回オリックスは田口がツーベース。この小宮山もいいピッチングをしていたんですが、ワンアウトランナー二塁、2番の福良、ワンエンドワンから高めのストレート、センター前タイムリー。なんかこの2球だけが悪かったという感じでね。そうですね、オリックスが先制です。さあ5回ですが、まあ、野田が唯一のピンチと言っていいかもしれません。2アウト3塁1塁でフランクに対します。 2-3 フルカウントからやはり伝家の宝刀。これはバッターから見るとね、相当スタッと落ちてるんですね。だから引っかかるんですよ、はい、ワンバウンドでも。普通このぐらいのはあんまり振るもんじゃないんですよ、いくら落ちるって言っても。そうですね、もう本当に引っかかるんですからね。今のが13個目の三振ということになりました。こうなると日本記録への興味ということになりますが、7回三者三振の場面をご覧いただきましょう。愛工で15個目、そしてピンチヒッター五十嵐16個目、さあそしてピンチヒッターの山下スイングアウト17個目、これでタイ記録。さあそして8回です。この回先頭バッター平野、カウントツーナッシングからやはりフォーク、18奪三振、この瞬間日本新記録達成です。とにかく回答乱魔。しかし1対0、点差はわずかに1点。9回の裏ロッテワンアウト1塁、平井センター前、センター田口突っ込んでくる、ちょっと中途半端抜けていってしまいました。これはないぞという感じですね。もうそれ以外言いようがないですよ。なんとも早土壇場1対1同点。この後野田は19個目の三振を奪っています。さあ延長10回の裏、オリックス2番手平井、ワンアウト2塁から西村、差し込まれながらもレフトの前、ワンアウトランナー3塁1塁、さあロッテさよならのチャンス。バッターが途中から入っている南淵、ピッチャー平井、ストレート勝負、うまく合わせて、これは十分な飛距離、犠牲フライ。結局19個の三振を奪われたロッテがサヨナラ勝ちという結果になりました両チーム合わせて29個の三振というゲーム。小宮山131球好投も、勝ち投手はリリーフの成本4勝目。野田がですね、はい、ウイニングボールがないのが残念というコメントを残しています。というよりは、はい、こう阪神時代からどこが違ってんですか。そうですね、やっぱり、うん、コントロールはまあ多少良くなったと思うのと、はいはい、やっぱり気持ちの問題でもだいぶ攻めれるようになったっていうのが変わってきたと思うんですけどね。あの広岡さんと今日見てたんですけどね、はい、腕の振りが昔よりは小さくなったっていう。あ、そうですね、やっぱそれは技術的には大きな面だと思います。自分でそれは気がついてやったんですか。はい、やってます。なるほどね、はい、もうこれはあの破るのは自分で破るしかないから。いやいや、もう本当光栄な記録なんでね、はい、これはずっと残りますからね、はい、また続けるように、はい、もう一回これトライしてくださいよ。そうですね、また、はい、頑張ります、ね、頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい。